山梨、宮沢賢治。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポッと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。つーっと銀の色の腹を翻して1匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？弟のカニがまぶしそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ひれも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに魚の白い腹がギラッと光っていっぺん翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず居すくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ？
青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いい、いい。大丈夫だ。心配するな。そら、カバの花が流れてきた。ご覧、綺麗だろ。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月、カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を模したり消したりしているよう、あたりはしんとして、ただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出てしばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろ。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。そら。ね、大きいだろ。大きかないや、同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい、そら。やっぱり僕の方大きいよ。本当かい？じゃあもう一つ吐くよ。ダメだい、そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ、遅いぞ。明日イサドへ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちの泡はどっち大きいの？それは兄さんの方だろう。そうじゃないよ、僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、飛ぶん、黒い丸い大きなものが天井から落ちてずーっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラっと金のブチが光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ、ついていってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど、そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。三匹はボカボカ流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には
月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろ。美味しそうだね、お父さん。待て待て、もう2日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でに美味しいお酒ができるから、さあもう帰って寝よう。おいで。親子のカニは3匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の言動はこれでおしまいであります。